巨人逃げ切る。巨人ヤクルト11回戦、巨人がヤクルトに4対3で勝利。巨人勝ったよ。連敗止まった。ヤクルト戦ドーム初勝利。勝ち投手船場様か。サンタテは防いだ。攻守にヘルナンデスのおかげだったな。ヤクルト負けました。4点目が余計だったな。高津さんまた1点差まで。まあ勝ち越したかな。村上のボンヘッドで終わってたな。ヤフーレは今月ほとんど炎上してるんだよな。そろそろロテ再編か。ヤクルト先発ヤフーレ3回4失点。もうヤフーレは見たくない。ヤフーレは6月に入ってほぼ炎上だからな。ヤフーレ疲れてるんやろ。1回休ませて他の先発試そう。巨人先発またぎ3点1回2失点。またぎよくやったよ。またぎ危なかしかったけど緊急だし結果オーライ。これはまたぎ今後も期待できるな。巨人リリーフ赤星 0.2 回1失点。赤星も混乱してたらダメよ。勝ちゲームで赤星は使わないで。赤星は敗戦処理しかできない。ヤクルト打撃成績、西川スリーランホームラン。西川が救ったな。西川ってこんなにいい打者だっけか。巨人打撃成績、岡本先制タイムリー。岡本が仕事したぞ。岡本が打てば勝てる。ヘルナンデスツーランホームラン。さすがヘルナンデス。ヘルナンデスもう5号かよ。吉川タイムリー。吉川も来たな。吉川復調したか。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。